しよう。お口直して意味違うないそうだった間違えた。イズちゃんがくれたリップ、これを今から変化させたいと思います。こうやってうーって塗ったの、ほら色がついた。あれ、うーん、口直してどういう意味ですか、なんだったっけ、お色直し。あら、そしてまつげを上げたいと思うんですけど、まつげ上げるときは衝撃的なんで、ちょっとねこちらのミッフィーの鏡ちゃんをこうして、ちょっとねビューラー上げるとこ NG です。あ、お口直しのね、え、お寿司のガリがお口直してるんですか。え、ルカガリ苦手、食べ物を食べるときに別のことを食べた味より、あ、そういうことか。じゃあお寿司食べた後にじゃあデザートでお口直しするかみたいな感じかな。今日の現地会、現地で握手会のコーデ、ちょっとコメント後で読むけん待ってね。みんな今日は2個つけてたんですよ。え、びっくりした。2個つけてたんですけど、そしてそう髪切りました。あ、てかみんな来たかな、メールってまだ来てる。まつげ上げるだけですごく印象変わるんだね。そうなんです、本当にね、まつげ上げるだけで目がパッチってなるし、でもルカはこうやってまつげをこうやって上げるんですけど、公演前とかめっちゃパッチリしていくけど、公演終わる頃にはもう全部全部下に落ちとって、それが本当に嫌なんです、悩み。そうで、ママがまつげパーマできるんですけど、まつげパーマしてもなんかまつげパーマするとケバく見えちゃうんだよね、ルカ。だっけん、そのまつげめっちゃ伸びた。あ、なんかやばい、クマめっちゃ見えた。ごめんなさい。そばかすも見えた。そう。まつげね、まつげね、そう伸びた。まつげ美容液いっぱい塗って。もうちょっとあげようか。わかるかな？なんかめっちゃ伸びた。まつげ美容液をして。あ、髪が乱れるのと同じか、うん、髪が乱れるよりもなえる。そう、髪はねやっぱ全力でやると髪乱れたりするのが、ファンの方ってやっぱりなんだろう、見応えがあるっていうか、なんて言うんだろう、なんかいい感じみたいな。前髪の崩れはあんま気にしないけど、固めるけどでも気にしない。まつげが下がるとやっぱり目力がね弱くなっちゃうけん、それが嫌なんですよ。じゃあちょっとコメント読みますね。あ、前髪かわいいよって、ありがとう。ガムでも噛む、ガムは噛むどういうことだ、ガムでも噛む、ガム噛むよ。こんばんはって、こんばんは、おるさん、こんばんは、こんばんは。ちょっとフライング配信ですね。そう、フライングしちゃいました、早く配信したくて。うん、おつるちゃん会いたかったね、ルカも会いたかった、覚えてるよ、また会おうね絶対に。今日の服かわいいね、胸のデザインとか。あ、そう、今日はねここにクマさんがいるんです。クマが隠れてました。お疲れ様、こんばんはって。すっぴんルータン、すっぴんじゃないよ。え、かわいらあかりちゃん来てるよって、え、本当に、ルカのいとこが来てるみたい。うっそ、あかりちゃんコメントして。あ、東京からの日帰り長吉の、え、日帰りで来てたんだ、
ありがとうございます。東京の日帰りどうやって書いてある、新幹線かな。ありがとうございます。そうだよね、なんか行き来だけで疲れちゃうよね。それなのにルカのレーンとかも何回も並んでくれたりして、本当にねありがたい、嬉しい、嬉しいな、ありがとうございます。今夜も絶好調だねって。あ、隣のレーンから見てた時手を振ってくれてありがとう、今度行きます。え、本当に絶対来てね。そう、今日あの隣のレーンの方をめっちゃ見てました。そしたら手振ってくれたら手振り返してくれて嬉しかったです。うん、観察してました、どんな人がいるんだろうって。そう、そしたらなんか真面目な人が多そうでした。うん、あ、今日もありがとう、あ、こちらこそありがとう。お風呂上がりじゃないよ。あ、僕今日誕生日なのです、祝ってください。え、おめるーちゃん、お誕生日おめるーちゃん。そばかすある、あるよ、めっちゃある、本当にそばかす全然ある。お化粧しとるけどね、隠れない。握手会だとわかるかな。ちょっとコメントを読みます。はい、あ、っていうか隣のレーンとかじゃなくて全然もう7個ぐらい離れたレーンのファンの人の顔とかもめっちゃ見れた今日。そう、なんだろう、なんか今日いつもと会場が違ったんですよ。あ、会場一緒だったけど場所が違って、そう、7個離れた、7個ぐらい離れたとこも見れて、手振ったら手振り返してくれたから、その人たちがルカのレーンに来てくれると嬉しいなって思いながら手振ってました。そう、全然見れました。うん、そう、めっちゃ監視してましたよ。うん、そう、イヤリングがき、そうなんです。そう、見て、今日のお気に入りポイント、じゃん、クッキー、じゃーん、クッキーちゃんです。あ、かわいい。クッキー、そう、これルカがメールで送ったら、その後に来てくださった方がクッキーなんだねって気づいてくださったんですけど、そう、近くで見ないとわからないんですけど、見て、こんなクッキーをしてました。クッキーのイヤリング、これあれだったんだよね、ずっとはめたくて、でも合う服なんだろうと思った時に、あ、これにしようと思って、あ、まだ着たい服あったんだ、握手会で。もう秋過ぎちゃったからな、ね、うん、みんな真面目ね、そうだね、みんな真面目、真面目で面白くて優しい、うん、だからね、なんか端っこ、端っこじゃない、あの端のその隣のとかで見てくださるより、あの真正面でルカに会いに来てほしいなって思いますね。そう、今日は現地でトーク会でした、ありがとうございました。もうね、今年最後って人が多かったんですよね、今日は。ちょっと待ってください、ゴムがない。あと10時からはゼロポジがあるので、11時から。そう、今日ツインテールしてたので、みんなにも来れなかった方もねいらっしゃるので、ツインテールしてました、今日は。じゃん、こんな感じでした、今日は。
あ、AKB のオンライン話し会は申し込みましたね、嬉しくね。あ、嬉しい。そう、 AKB さんのオンライン話し会にもね参加させていただくので、現地で会えるわけじゃないけど画面越しに会えるので、そう、そこでお話できたらね嬉しいです。うん、ぜひ待ってます。ももたんに会えた、ももたんに会えたよ、会えたね。そう、あとなんだろう、そう、やっぱり他のシングルとかだったり、他のやっぱりコロナになってやっぱり来てくださる方も前よりはやっぱりまだ行けないっていう方もいたり、そう、次のシングルで行くねって方もいたり、今回やめとくねって方とかもいたので、やっぱりね次のシングルとか会える機会があったらもう本当にたくさんの人に会いたいなって思うし、るかね、みんなが思っている以上にもうみんなのこと覚えてるし、あ、そうそう、インスタグラムで質問この間募集した時になんかね、ファンの方がね、ファンの方が彼女できましたって言う方がいて、そう、コメントがたくさん来てるのでちょっとしか返せないんですけど、彼女できましたって方とかもいたり、いや、そうなんだとか言って、そういうとこでなんだろう、ファンの方の情報を知ったりするので、そう、またねルカンとか会いに来てほしいなと思います。うん。そうとか、こうやってコメントしてくれたり、インスタとかコメントしてくれたりするのすごいなんかね覚えます。マスクしてるの覚えてるのすごいね。本当に全然わかりましたとか、ツイッターとかの名前とか教えてくださったりすると、そう、わかりましたね、嬉しい。うん、もちろん覚えてますよ、もちろん。マスクしていてもわかります、結構わかります。目とか、やっぱり人間って目って大事なんだねと思いました。うん、多分ここ目がさ、マスクだったら分からんかったと思うんだけど、なんかここ口しか隠してないと分かる、ここなんかここをマスクしろとか言われたら分かんないかもしれないけど、でも格好とかで分かるかな、どうなんだろう、分かんない。あ、ジュリナさんと会えた、会えましたよ、そう、ジュリナさんとね会えました、お話ししましたよ、そう、 YouTube 見てますって、そう、お互いテンション上がりました、あえてルーってジュリナさんって感じで、そう、ジュリナさんの YouTube も面白いし、おしゆきさんの YouTube も面白いんですよ、そう、どっちも見てます、ちゃんと高評価も押してチャンネル登録もしてます、それを伝えたら喜んでくれました。8ヶ月ぶりだったから名乗ろうか悩んだけど、ルーちゃんから名前呼んでくれて嬉しかった。うん、覚えてるよ。8ヶ月なんかね、はい、あ、ゆずきさんのも見てます。あと公式ももちろん見てます、 SK、 あ、はい、あ、どうぞって、そう、あ、もうそろそろ忘れて、そうで、忘れてないよ、絶対忘れない、生きてないけど覚えてくれてます、覚えてるよ。そう、あとなんかね、やっぱりショールームとかでさ、なんか会えなくなっちゃったじゃないですか、だからみんなに今まで通り、だからやっぱショールームで名前を呼びたい、皆さんの。そう、あとなんだっけ、あ、そうそう、みんなにとってはルカに会うのが久しぶりで、もうルカに忘れられてるかもって思う方もいると思うんですけど、それはもうこっちのセリフぐらい、ルカもみんなに忘れられてないかとか、もう好きがちょっとでも忘れてないかとかすごく不安だったんですけど、こうやってなんか SNS とかショールームルカがいるとみんなコメントしてくれるじゃないですか、リアルタイムで。
夜子も今生配信してるじゃないですか。で生配信をみんな見に来てくれてコメントしてくれて、なんかそれで夜子会った気分になってるけん、なんかその握手あの現地で遠くからの時に1年ぶりとか言った時に、えみたいな、そんなに間があったんだと思って、そうこうやってなんかコメントみんながしてくれてるから、それでそう会えてないけどなんか会えた感じ、喋れてるからこうして、なんだろう、そうルカもなんかコメントしてくださる方で、顔とか覚えてる方とか握手会によく来てくださってる方とか、顔を思い浮かべながらショールームとかでルカも話してるから、そうなんかね1年ぶりとか8ヶ月ぶりとか、えそんな期間あったんだと思って、本当にね感動の再会だったなって思ったり、そうなんかルカにとってはなんだろう、なんか久しぶりだけど会うのは、そうなんだろう、 SNS ってやっぱりねコメントでこうやってつながれたりするのってね大事だなと思う、大切にしようって思いました。うん、ルーちゃんのいいねやコメントが元気の源、いやこちらこそ本当にもうこっちのセリフです、こちらこそ本当に、うん、そうだからなんだろう、うん、離れずに好きでいてくれると嬉しいなって思って思います、うん、そんな風に言ってくれて嬉しいです。本当ですかね、次はいつ会えるかなってね、いつ会えるんだろうみんなに。お洋服どこなんですかって言うと、これはスピンズで買ったカチューシャで、あこれもスピンズだ、これもあこれはちょっと間違えた、これは WeGo で、これもスピンズで、これもスピンズ、あそうルカなんか私服とか買う時ってマネキンを買っちゃうんですよ。でこの服もルカが洋服屋さん行った時にこの服がマネキンであって、えこれ欲しいと思って全く同じのを買いました。でカチューシャはちょっと似合うかなって思ったやつを買ったんですよ、うん、そうスピンズで見て、でもまだ買うか悩んで写真を撮ったんですよ、マネキンの写真を撮って、5日後とかにもまだ欲しいって思い出したら買おうって決めてるんですよ、ルカ。でこれを写真撮って悩んだけど、やっぱり買いたい着たいってなって買いました。そうあそうマネキン、あ違う間違えたマネキンごとは買わんけど、あ、マネキンの着てる服を買います、間違えた、マネキン買ったらやばい、そうおいしろかわいいです、嬉しい、ありがとうございます。あそうあと今日ね前髪をねこうやってねすっごい短くなっちゃったんですよ。でメンバーのゆうかさんとかかのさんとかにも、ルーちゃん前髪切ったでしょって言われたんですけど、これは自分で切ったんじゃなくてメイクさんに切っていただきました、はい、メイクさんに切っていただきました。そう撮影の時にそう切っていただきました、だから自分で切ってませんよっていう、うん、顔が丸く見える、いつもか、遠くから何かエピソードある、ありますよ、うーん、あそうそう初めましての方とかもいて、本当は2月に初めましてする予定だったけど今日になりました、で今日初めて来たけども今年最後とかいう方とかもいて、もう早くねみんなに会いたくなりました。そうみんな会いに来てくれますか、次は1月に関東でありますよね、そういうとこあるよね、そう今日マネキュアしてないんです、でも爪がねちょっとねガタガタだけんマネキュアしたいんですけど、しよっかな二人
双子玉川以来っていうの、本当に去年か、去年だね。あ、そう、剣残っちゃったって方もね、いますよね。そうそう、あととか、だからね、また絶対に会いたいなと思う。その時はね、なんだろう、倍楽しませたいなと思います、そんな方を。サイレンめっちゃ鳴ってる、怖い。今何時ですかね。この後はゼロポジですよ。スポーツテストゼロポジ、誰が頂上に行くのか、行っちゃいそうになる。あ、47分、分かりました。じゃあでもツイッターでゼロポジの告知したけん、何時までしようかな。誰でしょうか。誰かって言った時点で井上さんだよね。あ、私はですね、ゼロポジのあの MC の方、あ MC、 あ M M C をさせていただいておりますので、私はその対象に入っていないんですよ。MC をさせていただいております。はい、そんなのでね、そう、この間もゼロポジの収録してきたんですけど、ご帰省コンビエゴさんナオさんのご帰省ゼロポジだったので、それもねぜひ見てほしいなと思います。楽しかった。どっちし、どっちだろう、こっちか。じゃあMC、 あ、できた。どう、ゼロポジ見てねって、どうですか。右手が正解。 MC です。え、 CM だって、やばい。 CM こっちだ。 MCゼロポジの MC をしてます。よろしくお願いします。 TBS チャンネル1で放送の SK48 ゼロポジションの MC をさせていただいてます、井上瑠香です。よろしくお願いします。 C が100？ 難しい。こうですね、はい、はい、こちらです。よろしくお願いします。視力検査ですが違いますよ。はい、疲れちゃった。はい、あ、そう、あとね、また新しく買ったんですよ、お話、あの本を、話が上手になる本を買ったので、やっぱり MC をね頑張りたいと思います。あ、そう、今日の週刊インスタ上げる、あげます、もちろん。でもなんかこの時11時とかなったら遅いかなと思ったので、明日の9時ぐらいとか8時とかにあげれたらいいなと思ってます。そう、あとツイッターの方には載せたので、みんないいねとリツイートと引用リツイートとコメントしてね。だからツイッターは引用リツイートの方が好きです。リツイートも嬉しい、とってもいいのも嬉しい。了解です。まあね、見てるので、はい、ぜひあのしてくださると嬉しいです。そう、やっぱりね、拡散って大事なんですよ今。やっぱりなんか、ネットの世の中って感じだから、やっぱり何あげるにしても拡散とか
いいねの数が多いければ多いほどやっぱりすっごい嬉しいから、してくれると嬉しいなって思います。うん、そうやっぱりね、一人でも多くの人に知ってほしいのでよろしくお願いします。あとインスタグラムフォロー、ルカのフォロー、井上ルカちゃんのインスタグラムフォローしてないよって方はぜひフォローお願いします。あともう少ししたら2万人になるんですけど、でも今年中に行かないかな、行くかなってぐらいの感じなので、はい、インスタグラムの目標は1億人なんですけど、フォロワーさんはそうまだはい、なのでもっと皆さんにね拡散してインスタグラムのフォローとかも増えたらいいなと思います。だからルカムで頑張ります。うん、そう夢は大きく、そう夢は大きく、うん、そうお願いします。フォローミー、フォローミー待って、この前100万人って言ったのに増えてる。あ、そうちょっと夢大きく、やっぱり自分の叶えたいことはやっぱり口で言うことが一番だと思うので、口で言うと叶うらしいので夢は大きく、あ、そう高望みから始めよう、そう聞いたことあるその言葉、高望みから始めよう、何だったっけ、うん、何だったっけ、ファロミーファロミーって歌ってね、あった、ファロミー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 ベイビー、両手をおおおお広げて、おおおお歌っちゃった、イーガールズさんの曲です体育祭で踊った気がする、これなんでしょう、おお、さすがです。みんな分かってましたね。TikTok やるの、TikTok やりたいです。TikTok やりたい。でも撮るタイミングがなくて、そう、あ、はい。今日みおちゃんの TikTok ルカが撮りました。みおちゃんが踊ってみた撮ってたんですけど、ルカが撮りました。そうルカもなんかね、みおちゃんアニメのキャラクターしてたじゃないですか、でもあ、そうはるひさん、ルカね、はるひさん知らなかったんですよね、みおちゃんに言われるまで、みおちゃんが今ね、あ、鈴宮春日さん、そう、その、そう、なんか存じ上げなかったんですけど、みおちゃんがそう着てるのを見て、あ、そうなんだって知りました。そう、ルカが撮りましたよ。有名なんですか？あ、そうなんだ。アニメも知る。あ、本当ですか？そうルカ知らないんですよ。でも TikTok 撮りたい。なんかね、そうでもなんかチームの LINE、 あ、チームの TikTok になんか一人で写ってるのあげるので恥ずかしさもあるんですよ。だから衣装を着た時とかに撮りたいなと思います。やっぱりね TikTok 若い方たちとかたくさん見とるけん、うん、ルカも何かコスプレしたいの、何が似合うかな教えてください。似合うのあったらコメントとかで、ルーちゃんこれ着たらいいんじゃないとか、うん、
なんかあんまりアニメとかも詳しくないし知らないんですよね。なんかトトロとかも物語知らないし、ポニョもポニョとボルトと仮暮らしのアリエッティがちょっと記憶にあるぐらいで、あと101匹のワンちゃんが一番好きな映画で、もののけ姫とかも見たことないかな、あるかなぐらいだけん、そうちょっとねアニメとかもみんなが絶対に知ってる映画とかおるか知らないんですよ。だからちょっと見たいなと思います。そう、そういうの勉強します、見て。うん、やっぱりね世間を知らないとと思って。ドラえもんでねえ、絶対それわざと送ったら似合うやつありますかね、なんか送ってください、いつかしたします。うん、あ、鬼滅は見ますよ。そう、ミレタンと10期生のミレタンと一緒に映画見に行く約束してるので鬼滅見る。あ、じゃあもうすぐ終わるかな。あ、57分、ありがとうございます、教えてくれて。あ、魔女の宅急便いいね、かわいい。じゃあ最後にスクショタイムして終わります。みんなスクショしてね。はい、アナンちゃんとも仲良くなりたい。何がいいかな。ウインクください。じゃあ3、2、1でしたいと思います。3、2、1、はい、終わり。あ、クッキー見したいな、飲まるかな、クッキー。あ、あ、 MC もう一回やります。どっちだったっけ、あ、こうだ、こうやるといい、なんかこうなっちゃう、で難しい。 MC これでいいですか。 MC です、テラポジの。これはなんか加工して MC に見えるようにお願いします。こんな感じ撮れてる。 MC です、みんなこの後のゼロポジ見てね。スポーツテストゼロポジだよ。 C が逆、あー、バイバーイ。じゃあまたやります。ありがとうございましたみんな、またね、バイバーイ、おやすみなさーい。